こんにちは。今回はバイオハザード7 Resident Evil をプレイしていきたいと思います。さあ、それでは新たにゲームを開始します。ニューゲーム、はい、難易度選択ノーマルです。元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。浮かれとんな。血まみれじゃないか。どうした？イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。穏やかじゃないね。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、わかってるけど、本当に彼女なら、何があったのか知りたいんだ。カメラ操作、急に脇見んて危ないよ。おお、森の中入っていくね。危ない、事故る。危ないよ。突っ込むかと思った。だいぶ古くないか、車。え、ここだ。悪夢の始まり。ルイジニア内に向かう。操作しろってか。早速。あ、ちなみに8はもうやったことあります。7は初めてです。そっか、主観か。8は三人称でやってたんで、 TPS でやってたんで。おいおいおい、 FPS ほぼやったことないんで大丈夫かな。現在の目的を確認する。はい、ミアを探す。マップ、ん、あれ、こっち。ファイルがありませんだって。なんか持ってこいよ。拡大縮小とかないのか。ないな。できないのか。まあ、早速特殊能力だよな。周りのマップを把握してるって。で、何、現在地へ。現在地へ。アイコン説明、説明を閉じる。はい、現在地。こんなもんでいいのかな。ちょっと待って、これぐらいの方がいいのかな。カメラの視野角を広げてみたけど、夕方かな、これは。お邪魔します。違う、ボタンがしゃがんだ。しゃがめる。え、何も見えないんだ。ん、
どっちから来たんだ今。こっちから来たと。でこっちにまだ道があると。この家は関係ないのか。関係ないことはないよな。走る、シフト、シフトで走りになったんだ。また6から操作方法変わっちゃってさ。走ってんのこれ。ちょっと待って、相変わらずバイオの人は走るのが遅いんだよな。分かんなかったよ。ん？真っ暗すぎるんだけど。ん？ジョインアス、ようこそ。角度変えるの難しいな。真っ白になっちゃった。ここもうそもそも真っ暗で見えないってことなのかな。まあこれで行ってみるか。カメラのでかくない？こんなでかいもんなの？三脚？ずいぶんでかいな。アクセプト、ハーギフトかな。恵みを受け入れろ。字幕消えるの早いよ。ん？ん？物音が。おうおうおう、虫すごいな。虫すごいな。誰かおったな。何も武器も何もないけど素手で行くのか。ジェイクスタイルか。何、沼から上がってきたのか、あのさん。沼の住人か。まあ何でもいいけど。ガラス泣いとるで。おい、ん？ああ、木か。もう疑心暗鬼だよ。カラスだ。カラス？こう見るとなんか動物っぽく置いてある。ただの石かな。牛か何かと。ん？鳥よけかと思ったらなんか違うな。なんだこれ、丸の子と変なオブジェ。牛、しゃがむ。しゃがむとかとっさに難しいよ。 C とか言われても。立つ、走る、水たまり。おー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 、どうしたどうしたどうした、燃えてんのか。おいおい、帰れないよ。何これ、銃撃った跡か。これ違う、弾痕。ん？対象を詳しく調べる。運転免許証。おお、テキサス。調査開始。ディテールサーチ中にアイテムを入手する。タブ、アイテムスロットの確認。アイテムなの？免許証、免許証だ。ん？何これ。ミアからのメール。3年間行方不明の妻から届いたメールのプリントアウト。待って、F で決定。おお、びっくりした。なんで自分の顔そう隠したがるんだよ、 E さんは。差出人、ミア・ウィンターズ。送信日時、2017年4月18日火曜日、23時4分。11時か。送信したの11時。宛先、イーサン・ウィンターズ。ルイジアナ州ダルベイ、ベイカー農場、迎えに来て。迎えに来て？あ、さっきのビデオとは違うのか。ビデオとは。探すなっつってたよね。
どうなってんだ時系列は。で回す、戻る、ミアを探す、運転免許証、ミアの運転免許証、何か黒いものがこびりついている。やめてよ、普通になんか何カビか土か汚れか。テキサースだけ、何手書きなのテキサースって。免許にこんな、免許ってこんなんなの。どっかの会員カードみたいになってるけど、反射がちょっと変わる。なんかあの動画で見たよりちょっと老けてんな。まあそんなもんか、免許の写真はもうない。家があった、気づかなかった。ああでもこれ VR でやってみたかったな。ちびるか、怖すぎて。セブンの VR はやばいってすごい評判になってたもんね。とてもじゃないけどできたもんじゃないって、怖すぎて。おブランコン、童心に帰らないのか。でかいな。さっきのおっさんが燃やしてったのか。なんかいたのかな、牛だか馬だかが。狭いよ、暗いよ、何も見えないよ。ちょっと待って、明かり持ってねえの、耳の横についてないの。あいつ掃除とかしてんだ。これなんだ、ホース巻き取り機か。びっくりした、人影かと思った。暗っ、ちょ本当に何にも見えない。閉めてんじゃねえよ、閉められたのか。あ手綺麗、手綺麗、指ちょっと短い。一応ライト持ってんだ。まあ普通なかなか持ち歩かないよね、ただのライトは。電気ついたかと思ったら違った。ちょっと待って、何オートセーブ入った、もしかして今。そういうのやめて。おいおいじゃないよ、ビビりすぎだよ。ああなるほどなるほど、チェーンをカットする必要があるのね。すっげえ、もう捨てろよ普通に、缶は。汚ねえな、汚ねえなお前ら。ミート、虫がうごうごだよ、なんか泥出てんじゃねえかよ。もう止まるもんなんだ。じゃあ水道として出てきてたんだ、泥が。チーンする、やめてよ、なんか顔、頭とか入ってんのやめてよ。カラスはそんな調理法しないと思うんだけど。あっうひ、いや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 、逆になんでそうなるんだよ冷蔵庫。別になんか土砂崩れがあったとかじゃないよね、埋まってとかじゃないよね。アイスが溶けたって感じでもないよね。ゴミ箱をどこに入れてんだよ。そこ違うだろ、火事になるわ。そういうとこだよねこれ、レンジ、オーブン、洗濯機かと思ったけど違うよね。お、水分、ニュースペーパー、ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年間で20人以上。相変わらず警察は仕事してねえのか。おいひー。てかこれ時代的にさ、
もう全然あれだよね。いつだっけこれ。あ、さっきあったよね。2017年ってことはさ、もう BOW が野生化してる時代だよね。6の最後で完全に野生化してたから。あ、鍵がいるんだ。ん？でも全然そんな感じしないんだよな。わかんないこれ。何の写真これ。ミアかと思ったけど違う。こうやると見えないんだよ、反射で。顔写ってる左側。心霊的なやつなの。あ、置いてくんだ、それは。持ってかないんだ。さ、今日の料理は？今日のお食事は？いや、それやめて。なんだ、ちくしょう。手はやめて。てか、そんな払い方しねえだろ。まず右手をブーンって振るでしょ。わざわざ左手で触るなよ。今日の晩ご飯はね、つまみ食いされちゃったね、ゴキブリちゃんに。これなんて、何の肉だよ。自分かと思った。あ、自分だよな、びっくりした。椅子蹴るんじゃないよ。おお、椅子を蹴るんじゃないよ。世界観が分かんないよこれ。マジで6の後の世界には見えないんだよな。まあ、地方によって違うか。それはいろいろ。そんな戦場の最前線ではないのか。ん？きた、なんでこんな汚いのこの家。荒れ方がおかしいよ。おお。な、なにこれ。なんかの皮？カラスが溶けてんの？写真とかいろいろ。ブラックバス？ちょっと待って。V。もうちゃんと出る。ここにいると。鍵のマーク。小さな鍵穴。こっちから入ってきた。え？こっちから？あ？こっちから入ってきたんだよね。デレレレレーンって。なんで閉められてんだよ。つけられてるって、なんで。おお、わかんねえ。説明してよ誰か。なんも物はねえな、意外と。すげえ散らかってるかと思ったら全然棚に物はない。うう、なんだよ。開くのかよ、ボタン押してないのに。うん、なんかいっぱい落ちてんな、また。違っちゃう。おおおお、どういう？怖い写真なのか、エロい写真なのか。アッシーがセクシーですね。もう拾っていかないんだ。ん？エロ！これミアじゃない？こんな写真撮ってるって。完全にもう嫌な予感だよな。今更迎えに来てってどういうこと？なんだっけこれ。こういうのなんて言うんだっけ。ブレーカーじゃないよな。デンジャー。ステアーズ。え？ステアーズ。1F、2F、3F。1F 入ってるけど電気ついてないね。ステアーズ。階段？罠だった。指いかれるとこだよ。開かないのか。これなんかこういうの、さっきからないか、この絵なんか。汚れとるのかと思ったら、木の上にカラスが止まってんのか。で、馬。絵か。ねえよ。ザー。すげえ熱いね、昔のテレビ。か、これでしょ、チャンネルを回すってやつ。お？あ、
何、椅子に座るかと思ったら、何これ、牢屋、牢屋、教会ではない、ん、おちょ、なんだよこれ、この家の住人か、さっきいたおっさんじゃない、ハゲ方が、ハゲ方とか言っちゃいかんか、ろうそく全然使ってねえじゃん、船、箱とか開けなくて大丈夫これ、暖炉、こんなもんなの、こんな崩れてるもんなの、なんもねえんだけど、他の部屋か、ドアを閉める、閉められるんだ、ん、シャットアウト、開いてる扉を自分で閉める、そんな実績、ん、へしゃげてる、入れませんよと、ゲームの都合ですよと、蹴り開けろよクリスみたいに、ん、びっくりした、なんでもないわ、映らない、お化けでーす、影怖いでーす、何通絵だよこれ、怖っ、布かぶせられてんじゃん、ちゃんと紐まで縛って、ん、あーあーあああ、スイッチ、ステアーズ、これか、反応がない、あそこになんかで電池、何あれ、電池をはめる、はい、F、 セーブ、セーブスロット、新しいセーブデータ、セーブする場所を選択してください、新規にセーブデータを作成しますか、はい、保存しました、おお、びっくりした、とっさに押しちゃったよ、ビデオテープ、ちょっと早いよ、こっちを押すまで表示しといて、ビデオテープ、廃屋取材、旧式のビデオテープ、ん、 6月1日、ダルベイ廃屋取材とラベルに書かれている、デッキに入れれば再生できそうだ、デデレレレハウス、デレレレレハウス、これは持っていくのね、うん、うんうん、はあ、じゃあ見に行くか、すげえな、むき出しだな、配線、怖い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 、なんだなんだ、もう雰囲気出しすぎだよ、どこだったっけ、ん、こっちだっけ、こっちはなんか何もなかった、空っぽの棚か、はいはい、 F F F プレイ、うう、すげえね、全画面表示になるんだ、で、レイ